皆様、こんにちは。こんばんはかな。渡辺一慶です。3年前に撮影をいたしました映画、慈しみ深き。2020年6月に東京はテアトル新宿さんで無事に公開されまして、まあ、おかげさまでご好評いただきまして、なんと全国数十箇所の映画館での上映が決定いたしました。本当にありがたいことです。これから徐々にそれぞれの映画館で上映されていくわけです。で、本来ならばです。監督、キャストでですね、舞台挨拶に回ろうと、その全国の映画館をそれぞれ、まあ僕らも旅行気分でですね、そういうツアーができるぞと、楽しみにしていたんですけれども、ご承知の通りコロナの関係で、舞台挨拶というものができない状況になってしまいました。本当に残念です。でもです、舞台挨拶に代わる何かを提供できないかと、考えましてですね、この度、映画慈しみ深き、本編の一部を YouTube で公開することにいたしました。これからそれを見ていただきます。割と長めのものです。まあ、予告編ではないんですね。本当に本編ですね。で、それを見ていただいて、続きはどうしても映画館で、これは見なきゃって、皆さんが思ってくれたらいいなと思って、公開をいたします。さあ、心の準備はよろしいでしょうか。それでは、ちょっと長めのムービー、ご覧ください。どうぞ。皆の者、皆の者、この新しく、そして尊く、儚い命に絶え間の愛を、祝福を、さあ、歌おう。したか？何事だ？ああ姉ちゃんが今電話ってな、バイク貸してくれんかな。早く行きろ。こんな時にトラックのバッテリーが上がっちゃったんだ。早く早く。おっちゃん、ありがとうな。はい。はい。慈しみ深き。ともなるイエスは罪とは憂いを取り去りたも向こうは、はい、着替え持ってくるってもう来るはずなんだに。あの
バカ、こんな時に何が何してるんだ。ひろしくん、ひろしくん、ひろしくん、生まれました。でな、大変だけど頑張るんだよ。頑張ってな。頑張れ頑張れ頑張れ頑張って、ああもう少しだから。最初からこうなる気がしとったんな。はい、俺らを騙しやがって。はい、姉ちゃんを騙しやがって。この悪魔が、何があったんだ。仕事でお恥ずかしい。見つけても殺さんでください。絶対に。血肉を相手にするのではなく、神の武具を身につけ、絶えず祈り続けなさい。こんな時にこそ慈しみの心を持って神に祈るのです。慈しみ
奪っていくつもりだったんだ。だとしてもその拳をしまいなさい。劇場でお待ちしてます。よろしくお願いします。